気取り世界にレボリューション。いやー、4月のね、大阪城のライブから早くも3ヶ月ぐらい時経ちましたよ。あっという間だったね。たね、そんなライブの応援上映が、はい、10月から全国の映画館で始まります。おー、すごい、すごいですよ。いいですか、ね、なんて、ね、なんか乗り切れてない。いや、台本僕だったんだけどね、回しがすごい勢いで乗っ取っていたからね。ちょっと巻きたがっちゃった。早く帰るために。じゃあどうぞ続けていただいて。主導権を司った。どうぞどうぞどうぞ。いやいやいや、わかんないわかんない。ひょっとしたら海田さんの方が早いかもしれないから。いやいや、そんなことない。ごめんなさい、ちょっとじゃあもう一回いいですか。巻くかどうかね。いやー、4月のライブ楽しかったっすね。いやー、すごかったよ。めちゃめちゃ大盛況。最高。うん、ということで、そんなライブの応援上映が10月から全国の映画館で始まります。イエーイ。え、ちょっとゆっくりだな。じんわり遅い。ごめんなさい、やっぱり私がやります。まあ、映画館でやるっていうことでよくあるじゃないですか、映画始まる前にこういうやつ。あ、そう、こういうやつね。 あ、うん、あれに対する憧れちょっとあるじゃないですか。はいはいはい。あんの？そんな満場一致であんの？いや、もうやりたかった。憧れてんの？最近さ、なんかアニメとかだとそのアニメのキャラクターが注意喚起とか結構あるでしょ、最近。熱いよね。ということで今回は映画館のマナームービー作ってみよう。マナーには厳しいよ。たださ、応援上映ってさ、ちょっと普通の映画と仕組み違うくない？そのルール決めてもいいんじゃない、ここで。確かに我々がルールになれるんだ。嬉しい。マジか、ちょっと難しくなってきたな今日。応援の声とかは会場によって OK かもしれないけど、なんかまあ社長とかさ、ペットボトルとか潰すじゃん。潰すじゃん。ああいうのやっぱ耳元とかでさ、後ろの席からやられたらマジで嫌だなって思う。あ、潰すの禁止。普通の映画館とかでもね。まあ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 、まあ、あとあれじゃない、その応援上映といってもさ、まあ、俺たちロフマのわけじゃん、うん、その前日のクロノアの応援はしないでくださいって。いいだろ、間違えて、間違えて。ロフマは出てるのに。まあでもありえるか。じゃあまず、はい、社長は真ん中に座ってください。真ん中、はい、OK、この席順ってことですか。この席順で行こう、はい、で、もちさんはペットボトルを社長に一個ずつ渡して、渡されたら社長はふわさんの耳元で潰してください。なんで僕を渡すんだよ。渡すやつはなんだよ。チームプレーなんなんですか。やっぱ3人なんで共犯なんだよ。ふわさんはとにかく嫌がってください、うん、これも始まってる最中じゃん。そう、勝手に一人でやってていいんじゃないの。そっちの方がいいかな。いや、でも劇場王が言ってるんで。ああ、じゃあそうね。最も劇場を理解してる人間だから。だって今劇場ですからね、ここは。一、うん、個ずつちゃんと本気で潰してくださいね、社長。本気だから。わかりました。じゃあスタート。あー、楽しいな。あー、楽しいな。楽しいんだな。あー、また行くんだ。はい、カットー。嘘だ。いいよ。嘘だな。いいよ、今撮れたよ。ない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 。絶対ない、絶対ない。いや、意味がわからん、これは。すんごい音してたよ、でも。俺だって耳腫れてるかと思って。大丈夫？ちゃんと外国の方に分かりやすいように、ノー何々っていうのを毎回入れておいこう。あー、確かにね。これは一旦ノー鏡で。ノー鏡。ノーノイズとかでいいだろ。象徴する行為として。ノー鏡で。ノーノイズとかでいいだろ。